福川駅は兵庫県西宮市愛宵町にある阪急電鉄の駅である。駅番号は HK-09。神戸本線と紅葉線との乗り換え駅で、このうち紅葉線は当駅を始発駅とする。2003年度の第4回近畿の駅100線に選出された。前述したように2006年10月28日のダイヤ改正において特急を はじめ前営業列車が停車するようになった。これに先立ち、2006年3月より重量編成が停車できるように、神戸本線のホームを35メートル延長する工事が実施された。特急の停車については、半年後の2007年3月18日に、JR 神戸線桜宿川駅の開業による乗客流出を防ぐための対抗策とされている。このほか。 1985年頃までは当駅始発の下り普通が早朝にわずかながら設定されていた。神戸本線用の相対式ホーム2面2線と、紅葉線用の単式ホーム1面1線を有する地上駅。神戸本線の大阪方面行きホームの北側に、紅葉線ホームが垂直に伸びる。かつては、紅葉線も2線あったが、西側の線路は撤去され、跡地は、 サービスセンターや成城石井の敷地となっている。駅舎は南北双方にあり、南改札口にのみ駅員が配置されている。北改札口には、券売機は設置されておらず、改札機のみ設置されている。各ホームは東寄りに設けられた地下道で連絡しており、エレベーターも設置されている。なお、神戸本線ホームは東側の一部で、宿側をまたいでおり、 紅葉線ホームは宿側の西岸に位置する。駅の北西側には、神戸本線と紅葉線を結ぶ連絡線と、神戸寄りに伸びる引き上げ線がある。これらと神戸本線上の渡り線を利用して、紅葉線の列車は西宮車庫への出入港を行う。神戸本線では当駅を始発、終着とする列車は設定されていないが、ダイヤ乱れの際は、 神戸本線ホームの神戸寄りの本線上にある渡り線を利用して大阪梅田方面への折り返し運転をすることがある。そのため2019年の大阪梅田駅への駅名解消に伴う行き先表示の更新の際に宿川行きの表示が追加された。トイレは大阪方面行きホームの階段付近にあり、オストメイト対応の多目的トイレも併設されている。 梅大気ホームには小さな池があり、ここで複数の鯉が泳ぐ。2018年12月までは、駅構内には乗り場番号表が存在しなかった。神戸本線ホームの発車表が反転フラップ式から LED 式のものに更新されて、以降も乗り場番号の部分は空白とされており、スマートフォン向けアプリ、阪急沿線ナビ特区アプリの発車案内機能においても、 五線番号表記が空欄となっていた。これは三号線が紅葉線ホーム、四点五号線が神戸本線用ホーム、六号線が紅葉線の引き上げ線となっており、一点二号線が欠番になっているためと考えられる。2018年12月、神戸本線下りに一番、同線上りに二番、紅葉線に三番の乗り場番号が付与された。しかし案内放送は依然として、 乗り場番号を案内していない。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り、いずれも神戸線、紅葉線間の乗り換え人員は含まない。阪急宿川駅付近、谷崎純一郎が、松子夫人と出会った根付の邸宅があったことでも知られ、高級住宅街が連続する、阪神館の中でも、屈指のお屋敷町として有名である。特に駅の北西は、 皇帝が立ち並び環境が良い。駅から徒歩5分の丘の上には、遠藤周作が洗礼を受けたことでも知られるカトリック、大阪大司教区の旧カテドラル、カトリック、宿川教会聖テレジア大聖堂がある。この教会堂は、コレギウムムジクム、テレマンの本拠地として、関西におけるバロック音楽、古学のメッカとなっている。この辺りから足シアにかけては、パン屋や洋菓子店が多い。 1970年代後半から1980年代前半にかけて駅前再開発が行われ、駅前ロータリーの整備や宿川グリーンタウンの建設、駅の南北を結ぶアンダーパスの新設などが行われ、現在の姿になった。南改札口の東側には宿川半急ビルという5階建ての建物があったが、阪神、淡路大震災で倒壊し、解体された。 ありがとうございます。